と橋本春菜です。さてついに明日がドッポンライブふっさぷでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。え、なんかクッキーまだもらえてるんだけど、これなんでなんでクッキーまだもらえてるの。私あれ、これってバレンタインまでじゃないんですか。違うのか。あ、そうだ、あのすごい、あ、14まで、どういうこと、マジむずい。何が14までで何が18までなんだろうあれ、私18までだと思ってクッキーいらない、もういらないよ、14までだと思ってクッキーもういらないよって言ってたのに。いた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 。あ、バレンタイン達成は、あ、なるほどね、達成は14まで、なんか痛い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 、14までだけど投げれるのは18、なんか痛いんだけど、待って、え、折れたえ、痛い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 、ここ痛い、折れた今折れた。そう、ということで、あの言ってなかったんですけど、なんかどのタイミングで言えばいいか分かんなくて言ってなかったんですけど、なんとネイルもマツパも行けました。見て、マツパでネイルキラキラ可愛い。なんかめっちゃネイル行くか迷ったんですけど、松葉はねもう絶対行きたいと思ってて、ネイルはめっちゃ迷ってたんですけれども、まあ10月だっけ、いつだっけ、いつやってた、ドボンライブのイベントいつやってたかも忘れたんですけどあの期間頑張ったご褒美にやっちゃおうと思って、まあこれからもね、普段はあのセルフネイルで行くんですけれども、このドボンライブだけはちょっとキラキラにしちゃおうと思って、11月かそう、とりあえずキラキラにしました。なのでめっちゃテンション上がってます。今かわいい、沼さんの髪色と同じ色、たまたま、なんか私が見てた参考写真が
紫だったんですけど、なんか別に私そんな紫好きじゃないし、だったらまあいつもの私のサイリウムカラー、ここ白だし、まあ、ピンクにしようと思ってピンクにしてもらったら、たまたま奈々さんと同じ髪の毛の色でした。あれ、うぬまさんの髪の毛と同じ色でどうしようみたいな感じ。でもこれからはセルフで頑張ります。ちょっと今回奮発した。今日は見てクーを飲んでます。なんか頑張りドリンク、今日はクーで見て、なんか書かれた。なんか書かれた。そうだから、これは2025年の10月まで飲まないです、もう。やばすぎ、やばすぎ。誰が書いたでしょう。あ、昨日いた人。昨日さ、なんかお見送りがもう本当にお話し会ぐらいの、なんかすごい気まずい時間だったじゃないですか。だったんですよ。もうなんかもう本当に、まあそりゃさ、私たちというかももちゃんとみんな喋りたいからさ、こうももちゃんとみんなにずっとさ、こうやってありがとうございましたみたいな言ってたら、なんかすごい気まずい。こっちはさ、まあほぼ初めて見る人とかもいるからさ、私はももちゃんとチームも違ったりとか、僕隊もさ出てなかったりとかしてたから、なかなかこう一緒に出る機会もなくって、ほぼ初めて見るファンの人とかいたから、なんか気まずい、どうしようと思ってたんですけど、なんか知った、なんかうちは持ってくれてて、うちは持ってくれててとか、ももちゃんのうちはなんですけど、知ったうちは持ってる人いた。あ、知ってる人だ。言っちゃった。そう、昨日は MC で喋れなかったから、もうなんか悲しい気持ちになってた。でもその悲しい気持ちでレッスン場来たら、みずみんとゆきたんがいて、一緒に練習したら今日ちゃんとできたからよかった。はマジでコミュ力がすごいバカ高いので、そう、ほんとだからユキタンはすごいと思います。ユキタンがすごい、私がすごいっていうか、ユキタンがすごい。そうだから私多分人に合わせる能力は高め。分かったことがあって、私とみずみんってなんかすごい気が合ったりするじゃないですか。てか気が合うんですよ。でまあなんかちょい重みたいな、よく言われると思うんですけど、ファンの皆さんに。なんか重いよね、ハルピョンとみずみんみたいな、よく言われると思うんですけれども、なんでかが分かったんです。今話題のINFP?INTP?INTP? 何？
わかんない、今話題のやつあるじゃないですか、あれ何わかんない、性格診断みたいな、なんかいっぱいある質問に答えて16個のなんか、あそれ MITB MI え MIB M なんかそういうやつ、なんかいっぱいある質問に答えて16個のこうあれに分けるやつがあるんですけれども、それで一緒なんですよ、みずみんと私の性格が。でしかもそれがなんかみずみんの情報によると全人口のなんか一番少ないんだって、人口の中で一番少ない割合らしくて、そうだから他者に理解されがたいそう、うちらは他者に理解されがたいけど、でもその同じ属種同じ性格同士の人間だったらこうなんか理解できやすいから、だから私みずみんとなこんなに仲いいんですよ。そう分かるって思うこともいっぱいあるし、だからみんなに理解されないかもしれないけど同じ属種の人とは理解しがし合えるみたいなやつらしくて、そうそれ昨日知ったの、昨日分かったの、なんかインスタ見ててそうなんかこうやって見てて私がもう気になったあれ見たから、これピッて押したら「え私これなんですけど」みたいな言ってて、え私これ、え待って一緒じゃないみたいな、そうなって、まさかの、なんか忘れたけどカタカナみたいなやつ全部忘れた、数字みたいなカタカナみたいな全部忘れたけど、でもとりあえず一緒。あ沼さん推しの人が来た、沼こんなに愛を伝えているのに私はいつも振られるのは何今日もあの一緒にポーズするところがドボンライブであるので、ってやったらってされました、沼さん沼さんこんなに愛を伝えていつも肩を持って、泉民はでも多分そのなんか、うん、うまい人を、人うまい人うまいそう人うまい、ユイリーさんのそのあれは何なんだろう、 MBBB 団みたいなやつ何なんだろう、M わかんない、やめよう、あ15分経った、あみずみん帰った、旬スタンプ、お疲れ。
30分になったら私も終わる。もうでも最近15分、昨日も15分しかしてないし。でも明日本番だから許してくれるよねみんな。昨日は15分じゃないわ、全然40分ぐらいしてた。そんなしてたんだ。でもまたこっから先ちょっと昼間だけレッスンとかの日が続いたりするんで、また夜できる時にやりたいなとは思ってます。30分になったらランキング言います。前髪かありがとう。前髪昨日マジ切ってもらえてよかった。ちょっと短いかもしれないけど、まあ一緒まあ一緒別に短いぐらい。頑張ります。明日が終われば私はもう次の本番は3月の17とか1816、17になるので、それこそ初日出るメンバーとかもいっぱいいるけど、そうだからすごい日大変な感じ。みんなはすごいそうだけど、私自身はその日別のお仕事、もともと初日のメンバーじゃなかったし、そう別のお仕事もあるので、私は次はその3月16、17のコンサートに向けてまず一踏ん張りしたいと思います。一旦明日が終わったら一段落。でも明日は明日で全力で楽しみたいなと思ってます、はい、撮影可能コーナーもあるのでぜひ皆さん撮ってください。頑張ります。ということで、それでは ありがとう教えてくれて。半になったので明日は午前中に配信しようかなって思ってる。ちょっと夜は厳しいかも。22日のやつチケット復活してた。だってみんな取れてない人ぜひ取ってください。とりあえず明日はお祭り騒ぎぐらいの気持ちで、だってみん頑張ったメンバーが頑張った分だけ出れる、頑張った分だけ楽しい気持ちで出れるライブイベントだと思うので楽しみたいと思ってますし、皆さんにも楽しんでいただきたいなと思っています。ということで、それではランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位 A ダッシュアットピョンドさん、2位バジョンさん、3位スミちゃんアット富山町中華グランプリ全制覇、すごっお腹パンパン、そりゃそう4位コロポックルさん、5位ともゆきさん、6位マックミックさん、7位ギャローさん、8位トラックヤローアットゴリさん、9位ナンスノさん、10位鉄道のエイトさん、11位あわれピョンちゃんシカーさん、12位マークンさん、13位、ピアノマンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日で全力で頑張りたいと思っているので、ぜひ来られる方は楽しんで
来ていただけたらなと思います。それではおやすみなさい。またね。最終確認して私は頑張るまたね。バイバイ。ありがとう。